今回の主人公は、とある就活中のイッチ。あまたある企業の中で、イッチが選んだのは不動産屋さん。どうやら、その不動産屋さんの圧迫面接がすごかったらしい。圧迫面接とお喧嘩してきて震えてる。池袋の不動産屋なんだが、これでもかってくらい圧迫された。履歴書を奪い取って帰ってきたんだが、帰る途中、携帯に電話があって、殺すぞ、クソガキ。と巻き舌で怒鳴られて、公園で一人泣いていた。尾行はついてないみたいなので、家に帰ってきたとこ。まだ震えてる。あれほど録音しておけと。通報していいんじゃないか。脅迫罪。落ち着いて話してみろよ。経営話すわ。晒すのは怖いから勘弁な。履歴書の個人情報を覚えられてたらシャレにならない。俺26歳就活中。先月会社を辞めて就活してるんだが、不動産コンサルタントに興味があって試しに面接受けてみた。いくなびかまいなびで応募して。電話かかってきた女性は、すごい声の綺麗な人で優しかった。こんな人がいるなら安心だなと思ってたのに。仕返ししようぜ。早く会社探せよ。14時から、面接で、会社には10分前に着いた。ビルの4階だったから、受付まで距離あるといけないから早めに入ったんだけど、エレベーター降りたらすぐ受付だった。よくある電話で呼び出すタイプで普通のオフィスみたいな受付だった。電話して名前を告げたら、最初に電話をかけてきてくれた女性が出てくれた。全然美人じゃなかった。応接室で待ってるように言われて通されたら、若い男性社員がお茶を持ってきてくれた。深いソファーセットでガラスのテーブルだったんだが、テーブルのガラス部分に指紋が残ってて白く濁ってたんだ。そしたらその若いのが、すいません、すいません、と急に謝り始めて、自分のシャツの袖でテーブルを拭き始めた。なんだこれ、って思ってたら、拭き終わった彼は去っていった。なぜか俺も震え出した。10分くらい待たされて、応接室に入ってきたのは、南の帝王みたいな格好をして真っ黒に日焼けしたパンチパーマのおっさんだった。もちろん、金のネックレスもしてた。いかにもの格好のおっさんにビビる俺。おっさんは、何も言わずにドカッと座って一言目。来るの遅いよな。は、お前じゃん。と思ったけど、何も言えずうなずくビビるよ俺。少しくらい言い返すよクソガキだな。うちの会社、20分前に来ないと遅刻だから。はぁ、あ。で、まるまるさん、いくら稼ぎたいの？年収の希望は？360万円くらいで。この会社の募集要項もそれくらいだった。はぁ、あ、少なくない。舐めてんの？会話は時々うろ覚え。履歴書は、最初に女性に渡してて、おっさんが持って入ってきてる。うちの会社1000万稼げる職場だから、そんな低い志のやついらないんだよね。すいません。で、いくら稼ぎたいの？じゃあ1000万で。そんな簡単に稼げると思ってんの？この仕事、舐めてんの？おっさん理不尽すぎ笑った。漫画の世界みたいだな。稼げるっておっしゃいましたよね。お前みたいな雑魚が稼げるわけないだろ。じゃあ360万でいいです。夢も見ないのかよ。お前、何のために生きてんの？何このループ。え、なんで、前の会社辞めたの？事業縮小に伴う人員整理です。26でリストラかよ。どんだけ帰れんだお前。すいません。そこは謝らなくてもいいだろ。確かに、26でリストラ対象になるなんてよっぽど使えないんだろうが。まあ、お前みたいな奴が稼ぎたいからって、うちの業界に結構来るんだよな。はあ。俺が、若い頃は、2000万くらい余裕で稼いだもんだぞ。ここから10分おっさんの自慢話。で、お前からなんか質問とかねえの？不動産コンサルタントって、具体的に何をするんですか？それすら知らねえでここに来たのかよ。バカなの？さすがにそれは調べていけよ。すいません。教えてください。わかった、教えてやるよ。明日から来い。お前みたいなクソは徹底的に鍛えてやるよ。具体的にどのように鍛えるんですか？ああ、口答えすんのかブラー。机の上の灰皿を俺に向かって投げる。ビビって避けることもできなかったけど当たらず、後ろの壁にぶつかって割れる。瀬戸物なので大きな音がしたけど、向こうのフロアに動き出し。慣れてるのか。おっさんが可愛く見えてきた。コントみたい。圧迫面接なんてするようなところは絶対に行かない方がいい。明日から来いって言ってくれてるじゃん。部下が上司に口答えすんだねえよ。まだ部下になってません。やるんだろ。1000万稼ぎたいんだろ。いい女抱きたいんだろ。いえ別に。じゃあやんねえのかよ。はい、御社では働きません。てめえふざけんなよ。ここで殺してもいいんだぞ。ちなみに俺めっちゃ震えて涙目です。いや泣いてました。やれるもんならやってみろよと言おうとした瞬間に、おっさんと目が合って止まる。超睨んでた。心臓止まるかと思った。やれるもんなら、何？いいえ。やれるもんなら何だってんだこれは。なんでいちいち煽るようなこと言うんだよ。圧迫面接とはちょっと違うかな。うわぁ、あ、
なんて言ってたか覚えてないけど、姿勢を上げて逃げようとする俺。うるせえ。おっさんが立ち上がった隙にテーブルの上の履歴書を奪って扉へダッシュ。てめえ逃げんのか。左腕を掴まれて引っ張られて転ぶ俺。おっさんに引きずり起こされそうになったけど、その手に噛みついたら手が離れたのでそのままダッシュ。ちょっと待てこりゃ、てめえただちゃうか。なんかすげえ叫んでたけど、とりあえずエレベーターまで逃げる。ドタバタ音が聞こえたので階段で下までダッシュして、そのまま池袋駅まで走った。電車で地元に帰ってとぼとぼ歩いてたら電話来て、叫んでたから切ってチャッとした。公園でひとしきり泣いてたらお腹空いてきたから帰った。リポートがついてないかとぐるぐる回って帰ってきた。これって事件、噛みついたから傷害事件かな。で、俺早く晒せ。バレたら本当に殺されそうだから晒さない。怖い。とんでもない会社に就活してしまったイッチ。就活そのものがトラウマになってないといいのだが、イッチが社会復帰できるのを願って今回の動画を終わろうと思う。